じゃあただいまから記者会見を始めさせていただきます。以上お願いいたします。はい、ご案内のように本日この後政府の方で、全国の緊急事態宣言、それからまん延防止等重点措置区域ですが、いずれも、完全に解除というふうに、承知しておりますが、このタイミングで、先ほど本部委員会合および関係者の協議会やらせていただきまして、現時点での岐阜県での、立ち位置といいますか、考え方をまとめさせていただきましたので、ご報告します。まず本日 の感染者の状況から申し上げますと、49人ということで、10万人当たりの新規感染者数、13.04 ということで、昨日より少し増えております。先週から、先週が確か33人でしたかね、増えておりますので、それも増えたと思います。で入院患者数が144人ということで、前日から16人減りまして、病床の使用率が 17.6% ということで、20% はっきりやっておるという状況でありまして、この中で岐阜県だけが 24.3% ということでございますが、他は大体 10% 台、飛騨は 0.9% という、そういう状況でございます。重症者も6人ということで、昨日から3人減りました。それからエクモの管理者もゼロということになりました。なおお亡くなりになった方が2名おられまして、40代の男性、50代の男性とそれぞれお一人でございます。それからお手元のこの資料、ステージ別の全国の感染状況、これはご覧いただいたとおりでありまして、大阪と沖縄がステージ4、あと関西、それから兵庫、愛知、それから関東3都県がステージ3ということでございます。めぐっていただきますと、10万人当たりの新規感染者数は 13.04 ということで、ステージ2にここ数日あるということでございます。それから、病床使用率も2割を 20% を切ってステージ2にあるということでございます。それから療養者の推移でございますが、自宅療養者はもちろんゼロでありますが、入院患者数、それから宿泊療養施設の入所者数、いずれも急速に減ってきているということでございます。この結果として医療機関の病床使用率が 17.6%、 それから宿泊療養施設はこのところ急速に懐を増やしてきておりますので、現在は、使用率 10% ということでございまして、両方合わせますと岐阜県全体としては 12.6% の病床ないしは宿泊療養施設の使用率ということで、ございます。それから次の5ページ目が、60代以上の感染者数が比率でも人数ベースでも減少してきておるということで、ワクチン効果の一つの表れかということでございます。それから次に2枚紙ございます。一つはインフルエンザ特別措置法に基づく命令ということで、6市2町について37の店舗についてですね、命令を出していただくということで、ございます。法に基づいて、丁寧にお願いをしてまいりましたが、最終的に、37の施設については私どもの要請を聞き入れていただけないということで、命令を出していただくということでございます。ちなみに6月下旬にもまん延防止等重点措置実施期間中でありますが、命令を出していただいたわけでありますが、今回も37店舗ということでございます。それから次のもう一枚めくっていただきますと、臨時医療施設の設置でありますけれども、メモリアルセンターの武道館を使って、当面20床からスタートするということで、状況に応じて増床することは可能でございますが、今月末30日ですね、あさって
完全に設置を終えるということで、感染状況を踏まえて運用を開始したいということでございます。それからというのが、まずは手元の資料の説明でありますが、本日コンセンサスを得ましたのが、この資料、もう一つの資料の、第5波収束を目指してということでございます。で、この第5波についての経緯とか、現状については、この1ページ目にルール書いてございますので、ご覧いただければと思いますが、下から3つ目のパラグラフにありますように、新規感染者数は依然として高い水準にあるということで、特に若者、外国人県民の感染が目立つということで、第5波はまだ収束したわけではないということと、秋の行楽シーズン、さらにいきますと、冬のクリスマスホリデー、忘年会、初詣、新年会、そして、成人式と、この年末年始、昨年ございましたが、いろいろと人流が急増する機会がこれから続くわけでありますし、乾燥期になりますと、ウイルスも活動も活発になるということで、第6波への備えということも考えておかなきゃいけないということでありますし、やはり今回、例外的に自宅療養者ゼロを、原則を、一旦休止したわけでありますが、なんとしてもこれを堅持するということでも、いろんな準備をしておく必要があるということで、ございます。対策としては3本柱、一番下にありますように、感染防止対策、それから医療供給体制、ワクチン接種と、この3つについて、着実に、対策を取り組んでいくということでございます。で、この2ページ目をご覧いただきますと、概要が書いてございますが、感染防止対策としては、まず、これは毎回お願いしておる、基本、常に基本に立ち返るということで、ワクチンを接種した後も、ブレイクスルー感染ということを考えるとですね、この基本はどなたもぜひ守っていただきたいということでございます。それから飲食店に対する時短、これは8つの市町を対象に、9時まで、それからアルコールが8時までと、ただし、このステッカーを貼ってある店に限ると、そうでない店については、それぞれ1時間ずつ早めるということで、お願いをするということであります。それからイベント、それから施設、それから学校、それぞれですね、再開を、通常の再開をしてまいりますので、ただ再開にあたって、取るべき感染防止対策をルール並べております。それから外国人県民に対する対策もさらに徹底する必要があるということでございます。から以上が感染防止対策の、5つの柱であります。それから医療提供体制では、病床、宿泊療養施設の拡充強化、ここにありますように、8月末が1914、9月27日までで469床を増やしまして、2383床、さらには10月上旬までに181床増えるということで、トータル650床の、この第5波を経験する中で、650床を増加して、2564床という、ところまで持っていこうということで、ございます。それから、宿泊療養施設の機能強化ということで、地域の医師会の往診体制でありますとか、抗体カクテル療法の実施の体制でありますとか、そういったことについて充実していくということでございます。それから臨時医療施設は先ほど申し上げました県の武道館でありますが、その他にも可能な施設を今検討しているところでございます。それから非常時入院調整システムということで、入院されるべき方がなかなか入院できないというような緊急事態になったときにどうその調整していくかと、感染者の方の重症度に応じて確実に効果的に入院していただくような、そういうオールギフの調整システムを構築しようということで、これをコーディネートする医師を指名いたしまして、メディカルコントロール医師ということでございますが、指名をして、その方の調整のもとで、足並みを揃えて対応していくという、そういうシステムを作っていこうということでございます。それから、ワクチン接種の推進につきましては、11月の早い段階までにということで、ほぼ、めどが立ってきているところであります。着実に進めていこうということであります。特に若い世代について、加速化をするということで、
まあ、市町村においても、それから県の大規模接種会場においても、優先接種という体制を組んでいくというようなことでございます。3ページ以降は今申し上げました対策の各論編でございますので、ご覧いただければと思いますが、特に4ページに時短については詳しく書いてございます。それから、6ページがこの医療提供体制についてそれぞれ、また丁寧に書かせていただきました。それから7ページですが、ワクチンでありますが、これまで各市町村、県、職域ごとの接種計画をきちんとチェックをしながら着実に進めてきたわけでありますが、それによりますと現時点での集計によりますと、予約者数が対象者の 85.8% まで来ていると、これ接種済みの方も含めてありますが、で、市町村県職域ごとの接種計画トータルしますと 88% までは、いくという見通しであります。でこれに対する、国から回ってくるワクチンの供給量、見込みの立っているものが 89.8% までございますので、この限りにおいては必要な希望する方には全部打てるという、マクロ的な目処は立っているということでございます。ただこの希望者がじわじわとこう増えてきておりますので、この接種計画率 88% がさらに9割あるいは9割を超えるということも十分予想されるところでありますので、そうなりますと、ワクチン供給量が不足をきたす可能性があるということで、さらに国に対しては十分な追加供給をお願いしようというふうに、思っておるところでございます。私の方からは以上でございます。はい、それでは幹事長、幹事長、はい、幹事長までお伺いします。最初に、来月1日から続く時短の件なんですけれども、はいはい、その最初の八島町、はい、これはどういった理由で選ばれたんでしょうか。この第5波の特に第5波におけるですね、感染者の数とか、それから特に直近のですね、ここしばらくの間の感染者の状況とかですね、いったこととかですね、それからクラスターの発生状況とか、それから個々の市町のお考えもそれぞれに個別に伺って、そういったことから総合判断をして決めさせていただいたということでありますが、結果的には美濃地方の特に愛知県との交流の多いところということになったのではないかと思います。協力金なんですが、はい、企業規模とか売上によって、はい、2.5 万円から20万円、はい、支給しますとありますが、はい、財源はいくらぐらいなんですか。これ基本的に今までと同じような仕組みで配布いたしますので、今回の補正予算の中でも対応できるのではないかと思いますけれども、ちょっと具体的な数字はちょっと事務局の方から後でご連絡させていただきます。今やってる理解で補正予算を出して、はい、感染者が減っているとはいえですね、まだまだ安心できる状況じゃないという言及もありましたが、改めて県民へのメッセージをお願いします。はい、この第5波はですね、デルタ株ということで非常に感染力の強い株が席巻したわけでありまして、急速な拡大、特に若い方を中心にですね、私どもを想定してはるかに上回るスピードで広がっていったわけでありまして、結果として岐阜県として自宅療養ゼロという原則を一旦は休止することにもなったわけでありますが、そういう厳しい状況の中で、なんとかですね、今日解除というところまでですね、急速な改善を見ることができたというのは、オール岐阜の結集した力だろうというふうに思っております。お一人お一人の行動基準であったり、あるいは職場での対応であったり、それから医療機関の関係者の方々の献身的な対応であったり、あるいは市町村含めた各自治体の
自治体ごとのですね、丁寧な対応であったりですね、まあ、いろんな要素がここにあるんだろうと思いますが、まあ、そういったことでなんとかこの厳しい急増したこのデルタ株のですね、第5波を乗り越えつつあるというかですね、ただまあここでまだ収束したわけではありませんので、まあ、今日の対策の方針はタイトルを第5波収束を目指してというふうにあえてさせていただきました。まだその緊急事態は解除されましたけれども第5波は収束したわけではないということで、何としても第5波をしっかりと収束するところまでいただきたいと思いますし、またその先に秋の行楽から冬の人流の増加ということを考えますと第6波の可能性も十分あり得るわけでありまして、そういったことも睨んで、まあ非常にいい方向に向かっていることは間違いないんでありますけれども、まあ、ここで、まあ、緩むことなくですね、しっかりとした体制で、第5波収束を目指したいということで、引き続き、まあ、県民の皆さんのご協力とご理解をお願いしたいということでございます。もう一点、臨時の医療施設ですけれども、はい、これはどういった方の利用を想定されていますか。これはなんていうか酸素ボンベとそれから抗体カクテル の点滴が可能な施設がございますので、一時的にその、まあ、入院がなかなか困難な場合にですね、そちらで、酸素の供給を受けるとかですね、それから重症化を防ぐためにですね、カクテル療法が必要だという方について、まあ、こちらで点滴を受けてですね、そしてまあしかるべきところに落ち着いていただくとかですね、そういうまあなんて言うんでしょうかね、ここにこの長期滞在するというタイプの病床施設ではありませんで、そういった緊急事態とか急場をなんとかしのいでいくために有効に使っていきたいと、そういう施設としてまあ持っているんです。一つのその緊急事態のですね、落ち着き場所として選択肢を持っている必要があるのではないかということで、まあ、設置するわけであります。病床が逼迫してなかなか入院できないような体制時を、まあ、見据えての避難的な場所、かつそれもオールギフで一様に来るわけではありませんで、はい、特定の地域の特定の時点でですね、急激なことが起こる場合もあるわけですから、いろんなことをまあ想定してとにかく急場をしのぐということでですね、こういった施設が必要になるのではないかというふうに守っております。なかなか入院できないときに備えて、はい、すみません、ありがとうございます。では角田さんお願いします。中日新聞の藤原です、はいはい、今の追加になるんですけど、はい、臨時の医療施設に関して国としてある程度その中等症以上であったりとか、はい、症状が重い人が対象になると考えていいでしょうか。重症者は基本的にはですね、病院に入っていただいて病床でしっかりとした治療を受けるということが基本でありますけども、まあ、いろんなしたがってまあそういうその重症度の度合いでこの緊急施設をですね、使い分けるということはなしに、まあ、その時その時の状況で一時的な待機場所といいますか落ち着き場所としてそういうものが必要な場合に自宅療養でですね、それが感染源になるよりはですね、そういったところで一旦一定の治療を受けるという、まあ、そういう場所として、まあ、活用していきたいということであります。あともう、はい、学校の再開に関してなんですけど、はい、今回結構学校活動に関してある程度、はい、まあ、再開される部活動も含めて、はいはい、こう考えてるんですけど、はいはい、第5波の途中として10代の感染者だったりとか、うん、学校でのクラスターが目立っている中で、うん、こういうふうに舵を切ったのは、うん、やっぱりその子どもたちの学習であるとか、うん、それが早期に戻るように力点を置いた、うん、なんかお考えをしている、まあ、まず緊急事態が解除されたと、今までのさまざまな規制といいますかね、対応というのは緊急事態に即してどうするかということで、まあ、緊急事態というのはそのレベルで言えば最も危険な事態ということですから、
できる限りオンラインでと学校から遠ざけるということでやってきたわけでありますが、まあ、そこからどういうふうに一方でその学びを止めるわけにいかないということで、いろんな工夫をしながらやっていただいているわけでありますけれども、まあ、今回緊急事態で亡くなったということですから、その場合にはやはり再開の方向に向かうというのはまあ必然だと思いますけれども、ただ手ぶらで何もなしで再開するということはなしに、あらかじめこう段階的なですね、措置は教育協議会の方でガイドラインを決めておりますけれども、丁寧な感染症予防対策をきちっと講ずるということで、それに沿ってやっていただくという前提での再開ということをお願いしていますし、ここに書いてありますように再開といっても全部普通にいきなり通常に戻るわけではなしに、部活動とかですね、運動部とかですね、あるいは、まあ、宿泊を伴う行事とかですね、そういったあるいは、まあ遠足、それから就業体験の校外活動とかですね、それぞれのこの何て言いますかね、学校のでの生活パターンに応じてですね、必要な対策をしっかりやっていただくということも明記しておりますので、単なる再開ではないということです。この方がよろしいですか。私今回営業時間短縮要請の中で、はい、第三者認証の制度に沿った、はい、差別化を図られて、はい、国の方針に沿って の、はい、お考えだと思いますが、はい、改めて受け止めると、まあ、県民の方にお願いします。はいはい、まあ、岐阜県は割といち早くですね、このステッカーを貼らせていただくということで、各市町とも協力をして、ステッカーを貼るにあたっては一定の店内のですね、対策を用意していただくということでやってきたわけでありますが、まあ、それに対して、まあ、第三者認証制度を作ろうではないかという、まあ、国は国としての流れがあって、で、まあ、岐阜県としてはすでにやってきたこの対策が、まあ、国の言うですね、第三者認証制度にかなうということでご理解をいただいておりますので、そういう意味で、まあ、今回、まあ、このステッカー取得店を、まあ、第三者認証制度ということに乗せて、ある種の差別化の一つメルクマルとして使わせていただくということでありまして、まあ、そういう意味でも、まあ、こういうものは一旦その貼ったらそれっきりということではありませんので、必要なタイミングで見直すこともあるでしょうし、それからステッカーを貼る段階で問題があったところもですね、対策を講じてしっかりとした体制になってくるところもあるでしょうから、まあ、普段にというか必要に応じてですね、見直しながら制度のメルクマールとして、まあ、差別化の一つの指標として、まあ、使わせていただくということです。これまでの運用面で課題に感じておられることはありますか。まあ市町村と絶えず私ども話をしてますのは、やっぱり一定のインターバルでフォローアップをよくやっていくということで、それはまあ今回こういう制度化するだけにですね、そういったことをさらにきちっと心がけたいというふうに思っております。はい、その他よろしいでしょうか。ゆきみさん、今回の対策は14日までということなんですけれども、はいはい、まあ、今後の感染状況を見て、はい、例えばこう落ち着いてきたりしたらこう早めて緩和するということもあり得るんでしょうか。まあ状況を見ながら緩急当然考えなきゃいけないというふうには、まあ、思っておりますので、ただ、まあ例えば新規感染者のデータもですね、少し前の感染状況を反映するようなタイムラグももともとあるわけですから、時々刻々というようなその短期間ではありませんので、まあ、2週間というのは一つの塊としてはちょうどいいとこかなというふうに思っておりますけど、もちろん状況が急変すればそれに合わせて対応するということになるかと思います。臨時の医療施設についてなんですが、はい、この場所に設置した理由と、あとここに設置することでメモリアルセンター自体の使用とかっていうのには何かこう影響あるんですか。まあ何て言いますか、一時的な、まあ、待機場所といいますかね、一時的に対処するという類の緊急事態のに対する場所ですから、やはり
使い勝手のいい場所にあるかどうかとか、それからその場所がおっしゃるように既存のいろんなスケジュールプログラムとの関係でどのくらい、まあ、こういう対策に使えるだけの自由度があるかどうかとか、それから医療機関の協力も仰がなきゃいけませんので、そういった周辺の医療機関の状況でありますとか、それから短期間で我々ここに入るとなるとですね、例えばトイレとかですね、いろんな生活面での施設がですね、必要になってきますのでそういったことについて十分対応できるかどうかとか、まあ、そういったようなことをずっとですね重ね合わせて、まあ、適地を探したという、その結果として、この場所が差し当たりまず第1号として、抑えることができたということです。その他、全チームか、全チームね、はい、観光関係のですね、はい、緩和というんでしょうか、促進策というんでしょうか、はい、それをこう始めるメドっていうのは、はいはい、ある程度立っているんでしょうか。まだ厳密には決めておりませんけども、全体として緩和していく流れの中で、新規の感染者の発生状況、どういう分野でどういう地域でと、いうようなことも見ながらですね、どこら辺で、観光について緩められるかというのはこれからの課題だと思いますね。で場所的にどう考えるかということもあるでしょうし、それからいきなりどこから誰が来てもいいですよということではなしに、県民の方に県内移動するというところから始めるという段階的なやり方もあるでしょうし、いろんなやり方がありますので、そこは注意深く、またいろんな方のご意見も伺いながらやっていきたいと思っております。でやっぱり基本的な感染防止対策という中でも、この3ページにもちょっとありますけど、外出についてもいろいろとですね注文をつけているわけですね。ですからこの中にはその観光という要素も含まれるわけでありますので、こういったことも踏まえながら、どういうふうに、緩めていくかと、それからその緩めていくものについてどういうふうに、行政的に支援をしていくかというあたりは、まず今これから考えなきゃいけない課題だというふうに思っております。今日のところはここまでですけどね、はい、今後のですね、自宅療養者ゼロというのは堅持するという前提の中で、万が一というところの部分も、対策に含めてらっしゃると思うんですが、はいはい、その中でその市町村とその、情報を自宅療養者の情報を提供しようと、共有しようというのがあると思うんですが、これっていうのはその狙いというんでしょうか、支援チームに市町村も入ってもらうということなのか、その辺の狙いをちょっと、今回は県庁の職員と、それから看護協会ですかね、それから岐阜市の職員にも入っていただいて、もちろん岐阜市は非常に数的に多いということもありましたし、頑張っていただいたんですが、やはりやってみて感じたことは、要するに自宅におられる方をお一人お一人をこうきめ細かくですね、丁寧にフォローするという仕事でありますので、ある種こう何て言いますか、きめ細かい人海戦術みたいなところがありますので、そういった意味でこう全県的にこう散らばってきたときに、それぞれの地域のお医者さんとか、それから市町村の職員とかですね、それぞれ地域の皆さんのサポート体制もあらかじめ見極めつけておかないと、この県庁の何人かがですねどんどん出張っていくっていうだけでは、決して十分ではないということを感じましたので、今少し落ち着いたところでですね、今回どうであったかということをご説明をして、協力を仰ごうということです。その他NHK の妹です、はいはい、営業時間短縮の転換の件なんですが、店舗全体ですとどれくらい の割合が認証を受けていらっしゃるんでしょう。これ数字はちょっとまた後で、はい、ほとんどかなり高いですよ、はい、割と岐阜県の場合にはこれはそれこそ最初からですね市町村の協力を
仰いで一緒にやっておりますので、結構しっかり調査的に、やっておりますので、そういう中での結果ですからかなり高いと思います。あとで数字はちょっと聞いていただいて、はい、病床、宿泊療養施設 の、はい、症状がかなり増えているかと思いますね。自宅療養が出ないようにということだと思うんですけど、その分そのホテルで対応に当たる看護師の方とか、スタッフの確保も大変だと思うんですけど、はいはい、それも例えばよくこういうところでですね、何床を確保しましたというふうに発表しますが、その数字を出したときにはですね、そういったことの手立ても終わっているというふうにお考えください。終わっていないものをですね、少数だけどんどん出していくということにはしておりませんので、それは専門家会合でも議論してますし、医師会の協力も仰いでおりますので、そういった体制をきちんと作るという上での、少数確保ですね。はい、その他よろしいですか。それでは以上で記者会見を終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。